20日の福島ヒン馬 S で落馬負傷し、福島市内の病院に搬送された吉田隼人騎手40イコールビフリーイコールは、蜘蛛膜下出血で入院中であることが分かった、兄の豊騎手が25日、取材に応じ先日会ってきました。意識はあり、手も動かせる状態なのですが、喋ったりする部分で麻痺が残っており、 今後も治療を続けることになります。あれだけの落馬でしたし、命が助かったのは良かった。医者の先生からは、長く見ていてくださいと言われていますと話した。